立憲民主党支持率の減少を止まらず、日本学術会議は原因に。NHK が11月6日から3日間かけ行った最新の世論調査の結果、菅内閣の支持率が56%、自民党が36.8%、立憲民主党が前回の調査から0.9ポイント減少し、4.9%となったことが、 明らかになりましたこの立憲民主党9月以降支持を失い続けておりますが NHK は衆参両院における予算委員会が終わった時点で世論調査を行っておりますけれども立憲民主党は質疑のおよそ半分を日本学術会議の問題に割いてしまい 国民が求めている質疑と、まあ、質疑の優先順位とですね、明らかに合っていないため、支持を失ったものと見られております。現状、国民は日本学術会議における任命拒否について必要なものだと認めており、政府に対し学術会議を 検証するべきだと要請をしている事実がございますので立憲民主党にはこれ以上ですね優先順位の低い学術議の問題を最優先して国家において時間を浪費しさらに国民の有権者の支持を失うような事態にならないようにですね 速やかに、コロナ禍や経済、アメリカとの外交などについて、最優先で審議していただくよう、お願いいたします。以上になります。ご清聴いただき、ありがとうございました。